うらうらチャンネルようこそ。どうも、ゲーシーです。ケチャです。はい、ということでやってまいりました。いやー、寒くなってきましたな。そうですね。ユニフォーム出ましたね。出ましたね。襟付きのね、かっこいいやつね。もう背中に入ったね。トッパンってね。バックブリーン。トッパン。後ろですね。ケチャユニフォーム買うの？買いますね。あら、あれケチャもう背番号とかも決まってんのかな？正直迷ってます。あ、まだ決めかねてらっしゃる。はい、なるほど。グーシーさんはどうするんですか？グーシーも背番号決めかねてるのよ。伊藤のあっちゃんじゃないんですか？あちき？あちき星だからやっぱね、あちきで行こうかなと思ってんだけど。あちき。はい、ということで今日は新加入選手情報としまして、この選手の加入自体は2020年に、発表されてるのかな。本日については流通経済大学から加入いたしました、はい、安井海人選手についてお話ししていきたいと思います。いやー、春日だな。安井海人選手、2000年生まれで今年の2月で22歳になります。身長174センチの69キロ。主戦場は主にボランチで活躍し、大学屈指のプレイヤーとなっております。高校は浦和学院出身で、子供の頃から家族で最下に足を運んでいたようですね。じゃあもう生粋のね、浦和サポーターから浦和レッズの選手になると。そうなんですよね。夢みたいだね。これはもう完全に浦和の男です。熱いですね。あちプレーは奪う力強さもありますし、攻撃の時はロストが少ないように感じました。彼の魅力ですね、はい、大学のリーグの方を見ても対人での当たり負けは非常に少ない。そういったところはさすがでした。攻撃面の方で言うと、まあどちらかで言うと、まあリアリストというか現実主義者というか、まあ慎重派というか、勝負のパスはあまり見られなかったのかなと感じます。ただ安井選手が絡んでのピンチを招く場面は少なかったと思います、まあ、チーム状態、まあ、チームの戦術もありますが、まあ、ちょっとバックパスが多かったのがちょっと気になるのかな。ちょっと4試合見たんですが、うーんって感じ。琉球時代あまり後ろからポゼッションするサッカーではないように見えたので、リカサッカーのように丁寧にビルドアップするチームにはどのようなプレーを見せてくれるのか楽しみですね。相手の脅威になる縦パスが見たいですね。そうですね、そこが見たい。まあプレー全体としてミスが少ない印象がありますし、非常に堅実です。ただこれがより仕掛けるパスを求められるようになった時どうなるか見てみたいですね。ダイレクトプレーの質も高いので、相手の速いプレスにもクレバーにいなせるプレーが期待できますね。おぉねでパフって言ってきたね。これパフってなるでしょ。違う、待ってるからこれ。ポジション争いをするのが伊藤敦樹選手、平野選手、柴田選手、岩尾選手。これは激しいですね。すごいね、うん、浦和のボランチの層の厚さ。いやでも楽しみですね、スタメンが。いやもう国内屈指よ。もう名前見るだけでこれもガクブルもんですよ本当に。まあ伊藤敦樹選手との流刑コンビのボランチも熱いですね。これだけポジション争いが激しいチームをよく選んでくれましたね。熱いものを感じます、まあ、安井選手の獲得はこれ相当な争奪戦だったと聞いています。 J クラブからは名古屋グランパス、清水エスパルス、ジュビロ磐田、大分トリニータなどのクラブから誘いがあったようです。おお、素晴らしいですね。すごいね、うん、やっぱ流通経済大学すごいですね。すごいね、今回いっぱいね、12人いますね。あ、そんなになったの？そうです、ね、プロに J1 に上がったのが7人。はい、流刑でスタメン取ったらもうプロ見えちゃうじゃん。大学ナンバーワンボランチの呼び声が高い安井選手を獲得できたのは浦和にとっては追い風になります。理科の下でさらなる成長をしてくれるはずですし、大学時代では伊藤敦樹選手をボランチからセンターバックに追いやったとまで言われてます。一つ上の伊藤敦樹選手にポジション争いで勝ったと見ることもできます。そんな安井選手が2022年度浦和のエンブレムを背負い、浦和の攻撃のタクトを振ります。浦和レッズのポジション争いの中で最激戦区の中、彼がピッチの上で輝きを放った時、浦和は一つタイトルに近づくはずです。駆け上がれ安井、全力坂。はい、ということで今回もねゴリ滑り込んだところで元気に締めたいと思います。まあ、大体こいつなんか言ってんなぐらいな感じで思われてんでしょうね、僕もね。
はい、それでは、はい、安井選手の活躍を願って元気に締めたいと思います。浦和レッズサポーターから浦和の選手になるなんて夢みたいだね。せーの、バイダラー。何通示してんだろうこれね。この動画が少しでもよかったらチャンネル登録お願いします。お願いします。グッドボタンとコメントもお願いします。よろしくお願いします。安井選手25番になりましたね。そうですね、うん、背番号25、うん、結構浦和レッズの中でもね、うん、背番号変わってる選手が多くて、ね、いらっしゃいますね、うん、いやその中で誰のユニフォームを買おうか非常に迷ってしまいますね。期待を込めて安井選手もいいのかなと。でも応援したくなりますよね。なりますよ、うん、いやでも9番の番号が空いてるんですよね。そうですね、西野さんもねまだそこのことに関しては活動中だと言っているので、もしかしたらまだビッグサプライズがあるかもしれないですね。ビッグサプライズ力技。